こんにちは、平石紗衣子です。秋の行楽シーズンがやってきましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、三鷹市の市政の動きをお伝えするみるみる三鷹。今回は設立から今年で10周年を迎えた NPO 法人花と緑の街三鷹創造協会の取り組みについて取り上げます。また後半では10月6日に開催されたガーデニングフェスタ2019の模様を、三鷹先取りトピックスでは第35回都市公園等コンクールの設計部門で国土交通大臣賞を受賞した三鷹中央防災公園元気創造プラザに関する話題も合わせてお伝えします。どうぞ最後までごゆっくりとご覧ください。それでは初めに、今年で設立10周年を迎えた NPO 法人花と緑の街三鷹創造協会についてです。平成21年に設立された花と緑の街三鷹創造協会では、花と緑であふれる街づくりを目指し、市民や事業者、市と連携して様々な取り組みを進めています。そこで今回は、花と緑の街三鷹創造協会の村尾事務局次長補佐に、この10年の歩みとともに協会が進めてきた主な取り組みなどについていろいろとお伺いしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。今日はスタジオにこちらのお花をお持ちいただいたのですが、とっても綺麗に咲いていて本当に素敵ですね。ありがとうございます。この花はですね、花と緑の街三鷹創造協会が管理運営している花と緑の広場で育てたものをお持ちいたしました。そうなんですね。お花があるだけでその場がパーッと明るく華やかになっていいですね。さて、花と緑の街三鷹創造協会は今年で設立10周年を迎えたとのことですが、どのような経緯や目的で設立された団体なのか、まずはそのあたりからお聞かせいただけますでしょうか。はい、わかりました。三鷹市はですね、都立井の頭恩賜公園や玉川上水など緑や水に恵まれた地域でございまして、はい、さらに武蔵野の面影が残る雑木林もあります。また地場産野菜を生産する農地も点在しておりまして、非常に自然に恵まれた地域でございます。また市民の皆さんの花や緑に対する関心も高くですね、ガーデニングや公園への植栽などいろいろな方、個人や団体の皆さんが緑化活動に取り組んでいるのも大きな特徴でございます。なるほど、そうなんですね。当協会はですね、市内を花と緑でいっぱいにしようと活動している市民団体や事業者などをサポートし、花と緑に関わる共同の取り組みをより一層推進することを目的に設立され、市とパートナーシップ協定を結んで共同で活動を進めています。協会はそうした市民や団体、事業者、行政を結び活動をコーディネートしていく中間支援組織となります。なるほど。そうした中間支援組織として協会は主にどんな役割を担っているんでしょうか。はい、協会にはですね、花と緑に関する情報収集や情報提供、ガーデニング講座やイベントの開催など緑の普及・啓発、街角花壇の整備や管理などを行う緑の保全・緑化推進など、大きく分けて8つの役割があるんですね。はい、その中でも設立当初から積極的に取り組んできたのが花や緑に関する人材の育成でございます。主に市内で緑化活動に取り組むボランティアの方たちを増やしていくために、現在は市内の樹木や雑木林など緑を守り育てる緑のボランティアと、市内の花壇の維持管理に取り組む花壇ボランティアを養成する講座を実施しております。はい、花壇ボランティア養成講座においては全10回の講座で、園芸の基礎知識から実際の花壇作り、お手入れまでが学べるとありまして、男女問わず幅広い年齢層の方にご参加いただいているのが現状でございます。なるほど。さて、今回この花壇ボランティア養成講座を受講され、現在ボランティアとして活動されているお二人にお話を伺ってまいりましたので、どうぞご覧ください。養成講座第1回だったので全くわからない感じだったんです。で、不安だったんですけど、自宅でお花が好きでやってたので、
なんか役に立つかなと思ってちょっと勇気を出して始めたっていう感じです。自己流だったのが基礎知識からあとプランニングまで、深く幅広くいろいろ教えていただいたので、それも楽しくすごくあっという間の10回でした。やっぱり父をいじって、花を、めでるというかな、そうするとすごく癒しになるというか、とってもウキウキしてくる。でそれがすごくいいなと思っています。同じ班の方たちと今度はどんな花を植えようかっていうのを相談したり、私はこれがいいとか、それは嫌だとか、皆さんいろんな意見出されて決めたりするのもまたそれも楽しいですね。はい、作業をしていると声をかけてくださる方がいらっしゃるんですね。それは小さいお子さんから、この間はなんか男の方が、若い男の方がすごく楽しみにしてますっていう声をかけてくださったんですね。だからそういうのはとっても励みになって嬉しいです。お二人のお話を伺って、なんだか私もお花を育ててみたくなりました。こうしたボランティアの皆さんが市内の花壇作りなどを行ってくださっているんですか？そうなんです。花壇ボランティア養成講座は今年で12期目に入っておりまして、はい、現在は講座を修了した皆さんがボランティアとして活動していただいております。活動場所は主に公園や図書館などの公共施設の花壇や、地域住民の皆さんと協力して開設したコミュニティガーデンなど、市内のさまざまな花壇で中心となって活動していただいてます。それぞれの場所で月一度程度お手入れをしていただいておりますが、参加は自由ですので、各自ご自分の都合のつく日に活動していただいております。園芸が好きな方はもちろんですが、ボランティアに興味がある方、またお友達を作りたいという方にも良さそうですね。そうですね。また平成22年に牟礼1丁目に花と緑の広場が開園しましたが、協会ではそこの管理運営をしています。はい、映像でもご覧いただいている通り、およそ6900平方メートルの広大な敷地を生かして、中央の芝生広場をはじめ、ボランティアや市民の皆さんが種まきをして花を育てる花畑や、ラベンダーなどのハーブを育てるハーブゾーン、また7種類のバラのアーチと宿根草を中心としたバラと宿根草のゾーン、花壇ボランティアや緑のボランティアの皆さんが手掛ける花壇などもあり、一年中さまざまな草花に触れられる広場となっております。はい、実は今日こちらにお持ちしたこちらの花の一部もですね、花壇ボランティアの皆さんが広場で育てたものなんですが、ボランティアの活動の場としてではなく、花や緑の触れ合いを楽しんだり、誰もが花と緑に親しめる広場として多くの方に利用していただいております。花と緑の広場の管理人の酒井です。ここは朝の9時から17時まで開園しています。で今はコスモスの花とか他にも季節の花がいろいろ咲いているので、お食事とかも楽しみながらお花見られるので、ぜひお越しください。これだけの種類の草花を育てられるスペースはなかなかないので、ぜひ多くの方に足を運んでいただき、そして季節ごとの花や緑に親しんでいただきたいですね。そうですね。花と緑の町三鷹創造協会ですね、このほか年に一度の花と緑のイベントガーデニングフェスタや、野菜を育て収穫する親子体験農園など、さまざまなイベントも定期的に開催しております。はい、今後も市や市民の皆さん、事業者の皆さんと一緒に花と緑あふれる町づくりに取り組んでいきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは続いて、ただいまご紹介した NPO 法人花と緑の町三鷹創造協会が三鷹中央防災公園で開催したガーデニングフェスタ2019の模様をご覧いただきましょう。花と緑があふれる町づくりを目指し、毎年秋に開催しているガーデニングフェスタ2019が10月6日三鷹中央防災公園東広場で開催されました。フェスタではご自宅や学校、事業所など道路に面した場所での緑化を実践する私の庭部門と、
市内にあるお気に入りの風景や街並み、大切な樹木や緑を紹介する私の緑のお気に入りスポット部門の写真を募集し、今回は137件の応募が寄せられました。会場ではこれら応募作品のパネル展示が行われたほか、応募した皆さんに記念品の贈呈式が行われました。またこの日はガーデニング相談コーナーや植物に関する花見どクイズ、ボランティアの皆さんによるブーケやクラフト作品の販売、竹を使った工作コーナーなども開設。花の苗や軽食、コーヒーなどを販売する模擬店も並び、来場者の皆さんは会場を巡りながら爽やかな秋のひとときを楽しみました。それでは最後に三鷹先取りトピックスです。今回は第35回都市公園等コンクールの設計部門で国土交通大臣賞を受賞した三鷹中央防災公園元気創造プラザに関する話題をお伝えします。市役所の東側に広がるおよそ2ヘクタールの敷地に平成29年4月にオープンした三鷹中央防災公園元気創造プラザ、災害時は一時避難場所となる防災公園をはじめ、総合スポーツセンターや障害学習センターなど複数の公共施設を総合的に整備し、多様な機能を集約したこの施設は三鷹市にとっても前例のない規模で、利用者が年間80万人を超える人気の施設でもあります。そうした特色ある施設づくりが評価され、今年5月には公益社団法人日本都市計画学会の計画設計賞を受賞。さらにこの度第35回都市公園等コンクールの設計部門で国土交通大臣賞を受賞しました。受賞理由は三鷹中央防災公園と元気創造プラザを一体で整備することで防災拠点機能の確保や老朽化した公共施設の更新・再編など複数の課題を同時に解決したこと、また総合スポーツセンターを地下化して上部を公園にしたことでスペースを効率的に活用し、市民の健康づくりやスポーツの活動拠点、憩いの場の創出など多くの市民に利用される施設づくりを実現したことが高く評価されました。いかがでしたでしょうか。今回のみるみる三鷹、栗やかぼちゃ、きのこにさつまいもなど秋の実りを実感できる季節となりました。今年はサンマが不漁なのがちょっと残念ですが、炊き込みご飯や煮物などいろいろなメニューで実りの秋を満喫したいですね。それではまた次回のみるみる三鷹をどうぞお楽しみに。